オスバルド・エスクデロ・オスバルド・サルバドル・エスクデロは、アルゼンチン・コリエンテス・州パソで、ロス・リブレス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。そのプレーブルからアルディレス2世とも呼ばれた。愛称は、ピチ。日本で開催された1979フィファ、ワールドユース選手権の優勝メンバーで、アルゼンチン U-20 代表の右ウィングとして、ディエゴ・マラドーナや、 ラモンディアスラを擁する攻撃陣の一翼を担った。1991年に日本サッカーリーグ一部の三菱自動車工業サッカー部にパトリシオ・マカリスターと共に加入し、同クラブ史上初の外国人選手となった。日本リーグ通算15試合に得点を記録。1992年の J リーグカップや天皇杯においても突破力のある鋭いドリブルを武器に、 福田正宏や柱谷光一らの得点をアシストする活躍を見せ浦和の躍進を支えたが、1993年の J リーグの開幕前に契約満了により退団した。息子のダミアンはアルゼンチン A 代表経験がある。弟のセルヒオもかつて浦和でプレーし、引退後は埼玉栄高等学校サッカー部総監督などを務めた。また、セルヒオの息子で、 老いのエスクデロセリヒオは、日本育ちで、父と共に、日本国籍を取得しており、U-23 日本代表にも選出された。その他の公式戦。ありがとうございます。